こんばんは、ハモです。今回は美化金的考察、引かなくて後悔したキャラシャープ3っていうところでお話ししていこうかなと思います。かなり昔に出したこの美化金的引かなくて後悔してるキャラっていうのが、僕がね動画投稿を始めたてぐらいに出してかなり再生をしてもらって、人気のコンテンツだったんですけど、それのね改訂版ってところでシャープ2を出したんですけど、そのシャープ2からもね結構時間が経ったので初期バージョンっていうのを更新していこうかなと思います。でこれもいつも言ってるんですけど、キャラクター自体は持ってるけどかけらを買ってないキャラっていうのも、一部含むことにします。このゲームだとねキャラクター持っててもかけら持ってないと使えないっていうかね、持ってないに等しいかなと思うので、そういったキャラも、含めさせていただければなと思います。では早速見ていきます。引かなくて後悔しているキャラその1はエレナですね。最強の回避キャラ。エレナに関しては、いつだったか忘れましたけど、何かのガチャで、入手して、盆栽をしてたってところで、ようやくね、115レベルまでは来たってところですね。で、エレナに関しては、やっぱ120にならないとね、ガッツが使えないので、まだ本気で光回避っていうのを使ったことないんですけど、いやー、115時点でも強いですね。このキャラクターはね、本当に強いかなと思ってます。対策してないとほぼ勝てないキャラナンバーワンなんじゃないかなとすら思いますね。やっぱ現状最強の回避キャラで、ガッツ、リレイズ、クリティカル回避、範囲耐性っていう、かなり強力な、効果を持ってます。連撃がすごい得意なキャラクターで、対人でももちろん強いですし、ギルドレイドとかね、光属性で挑む方であれば、まず必須級の、キャラクターになってるかなと思います。回避キャラクターは、ほとんどのキャラクターがね、物理攻撃のキャラクターなんですけど、エレナに関しては魔力依存で初期 AP もちゃんと高くて、精神もね、やっぱ持ってるキャラいないっていうのと、本人の斬撃貫通結構漏れるので、かなりね、どんなキャラクターに対しても火力を通していけるキャラクターとしてめちゃめちゃ強いキャラかなと思ってます。めちゃめちゃ回避力が高いキャラクターではあるんですけど、回避しなかったとしても強いっていうのがこのキャラクターの魅力かなと思います。やっぱね、最近の強キャラって言われてるキャラクターって、大体必中だったり、命中がめちゃめちゃ高かったりとか、命中しやすい技っていうのを持ってるんですけど、それでもエレナ、ロックっていうこの二人の組み合わせは強いんですよね。中途半端に命中を持っただけだと当たんないし、エレナは耐えてくるし、ガッツもリレイズもあるし、ロックに関してはね、リレイズもあるし、見切りもあるってところなので、本当にこの二人の組み合わせって安定して強いと思うんですよね。で、これは僕が適当に組んだ、パーティーで、装備とかもつけてないんでね、数値は本物ではないんですけど、やっぱね、その回避パーティーで、例えば統一防衛された時とか、いや、そもそも必中の数足んないよとか、やっぱ風テンプレもかなり強いので、風テンプレを、攻めのね、編成として使ってる方も多いと思うんですけど、やっぱね、必中の数だったりとか、技の数が足りなかったりして、負けることも結構あると思うんですよね。この前も、ハタセラの動画でも言ったんですけど、風テンプレ使ってね、光回避に負けたような、人もいるので、ジュームも、ハタセラも範囲必中持ち。ハタセラは必中じゃないんですけど、二人ともね、範囲攻撃の、必中だったり、命中しやすいダメージっていうのを持ってるのにもかかわらず、この右下のね、ジューム、エレナ、ロックっていう編成に、星1だったっていう、そのぐらいね、エレナっていうキャラクターは強いし、事故もね、誘えるキャラクターかなと思うので、今後も長く使っていけるキャラかなと思うので、本当にね、当時引いとけばよかったなって思うぐらいの性能かなと思います。引かなくて後悔しているキャラその2はスノーですね。思った3倍強かったってとこですね。いや FF13 コラボのキャラクターって結局どっちもめちゃめちゃ強かったんですよね、結論的に。でやっぱり美化金とかだとその両方ね引いて育成するっていうのは結構難しいと思うので、僕自身もね、どっちかのキャラクターしか引けないなと思ってて、ライトニングとスノー迷って、キャラ的にもねライトニングを引いたってとこだったんですけど、その選択自体は間違ってはなかったと思うんですけど、いやスノーもめちゃめちゃ強かったなって結論ですね。やっぱ氷パーティーに必須のタンクでしたね。高 HP ガッツ割合回復ってところが思った以上にハマってるキャラだったなと思います。タンクなんですけど打撃攻撃なんで結構ね火力も出せるっていうところと、インパクトブレイク2だったかな、必中&デスペルの技があるんですけど、これがめちゃめちゃ強い。
あと、まあ、タンクっていうのは別の属性とも組めるので、まあ、氷をあんまり強く持ってなかったとしてもこのキャラだけは引いとくべきだったなってすごい後悔してるキャラの一人です。まああれなんですけどね、あの後悔してるって言っても僕スノーはあの FF13 のスノーあんま好きじゃなくてライトニングリターンズのスノーが好きなんでキャラ的にね引かなかったことは後悔してないんですけど、性能的にはめっちゃ後悔してるってキャラですね。でさっきも言ったインパクトブレイクなんですけど、このデスペルで一方的にこっちのヘイトを剥がしてくるっていうのがめちゃめちゃ厄介なんですよね。で必中なんで、もし相手がね回避キャラクターだったとしてもこれをね当てていけるし、これで回避アップのバフとかも消せるってところと、やっぱそのデスペルをタンクがするっていうのが非常に強いなと思ってて、こうタンクプラスアタッカー2の編成でこうぶつかり合った時に、まあジュームとかだとね、必中とか強い技ももちろんあるんですけど、相手のタンクのヘイトを解除するっていうのは、基本的にはハタセラしかできないので、それをね、タンクがしてくるっていうのがめちゃめちゃ強いなと思ってます。やっぱ純氷パーティーとして使う時も、戦闘氷で、まあ裏罠パーティーで使う時も、戦闘タンクで裏回避として使う時も、やっぱ共通で使うのがこのスノーってキャラだと思うんですよね。めちゃめちゃ使う幅が広すぎる。やっぱね、欲しかったなって思うキャラです。引かなくて後悔しているキャラ、その3は水着ヘレナですね。バカ力の母。やっぱこのキャラクターも取っときゃよかったなーって後悔してますね。まあ石がね、なかったりとか、その後に何だったかな、なんかがあったんで、まあ結果的にね、引かなかったことも正解だったとは思うんですけど、まあやっぱ非公開するぐらいには強いキャラですね。水着ヘレナのガチャが終わる前に、やっぱ欲しいなって魔が差して10連だけ引いたぐらいめっちゃ強かったかなと思います。現状、雷魔法キャラ最強だと思ってますし、やっぱ必中もね、複数所持してるので、まあ、光回避とかがポッてこう出てきたとしても、まあ、ある程度は対応できると思います。シェル解除と範囲攻撃耐性ダウン後ダメージっていうリミットバーストがもうめちゃめちゃ強いし、範囲ガッツ解除をしながらストップ効果もある菱形っていうのはもうこの世の終わりみたいな技ですよね。で、パラディンを、まあ、サブジョブで持ってて、不滅の闘志は、まあ、一回だけ使えるんですけど、まあ、そのパラディンのジョブ性能調整次第では、まあ、さらに化ける可能性を残してて、めちゃめちゃ強いキャラだったなと思います。やっぱヘレナは強いですね。雷属性で物理1、魔法1をするのであれば、やっぱね、このキャラ選ぶなってとこです。まあ、ライトニングと水着ヘレナですよね。やっぱ雷の物理1、魔法1編成はもうこれが 99% だと思います。やっぱね、ライトニング、水着ヘレナ、まあ、ロック、エレナ、ハタセラ、サーダリー、オベロン、マシュリーみたいな感じで、強キャラの物理1、魔法1の組み合わせっていうのはかなりセットで使いやすいんですよね。戦闘にね全然関係ないタンクを置いたりとか、祭り要員のタンクを置いたりとかでする時もそうだし、物理枠1、魔法枠1で、まあ、大体ね数字が似たよるので、まあ、どの属性を隠してるのか分かんないっていう風にするっていう意味でも強いですね。でやっぱ雷属性でそれを考えるってなった時に、物理はまあライトニングでまあほぼ決まりだと思うんですけど、水着ヘレナをするのか、スカールを使うのか、ラナンを使うのかっていうのを考えて、まあ、全員持ってる方であればね、ほぼ 100% やっぱ水着ヘレナ選ぶと思うんですよ。っていうぐらい、強いキャラクターなので、やっぱ火力は正義だったし、引いといた方が良かったかなって思ってるキャラですね。引かなくて後悔しているキャラ、その4はスカールです。まさかこんなことになるとは。いや、スカールに関してはね、本当に最近もう僕の中で株が爆上げなんですけど、まあ、ジョブ性能調整とかマス浴びの強化とかでね、散々動画でスカールは、まあ、ネタというか、取り上げているので、まあ、僕はね、スカールかなり推してるってことは、まあ、皆さんご存知かなと思います。やっぱね、雷耐性マイナス38したときにダメージ大っていうのを連発できるのは、いや、これは普通に考えてチートですよ。リミットバーストぐらいの強さの技ですからね、本当にやばい。で、クロマ同士の強化でね、バリア破壊後極大だったりとか、魔杖術師のエナジーバスター範囲必中栄翔なし4回とか、雷杖術の栄翔なしコアだと、持ってる技がね、かなり完璧だと思ってます。相変わらずね、脆いのっていうのは治ってないんですけど、キトン式ガッツを持ってるので、まあ、レズニックみたいなね、ヒーラーとこう組み合わせて素早さ調整をちゃんとしてあげると、何回攻撃しても回復されてガッツ発動するみたいな。しかもその強さでコスト80ってところで、いや、やばいでしょっていう感じですね。まあ、ただ、そんだけ強いスペックは持ってるんですけど、やっぱりね、めちゃめちゃ使われてるわけじゃないってところは、やっぱさすがにね、水着ヘレナの方が使いやすさっていうのは上なのかなと思います。なんですけど、まあ、運用はね、すごい難しいですが、ハマると強いキャラクター代表かなと思います。
ちなみにね、この前雷魔法にギルバトでマスク越しに挑まなきゃいけないことがあって、まあ、挑んだんですけど、ハタセラがねかなり重要な場面で見切りを1回したので、まあ、勝てたんですけど、おそらく見切りがなかったら多分星1ぐらいだったかなっていうぐらい、強かったです。引かなくて後悔しているキャラ、その後はラルドですね。最強の環境メタ、ラルドに関しても結構いろんな動画でね取り上げてるので、僕の最近の推しキャラであることはご存知かなと思います。ハタセラが勝てないキャラだったりとか、8属性強化ショップのおすすめランキングに、ランクインしてますね。ラルドに関しては対一つ射撃の決戦兵器かなと思ってます。わかりやすく言うと対魔法用のマリアルとか、リレルリラみたいな感じですね。現環境最強のメタキャラといっても過言じゃないぐらいの性能かなと思ってます。まあ一つとしてハタセラ、射撃として、まあ、アライアだったり、雷射撃だったりとか、まあ、そういうキャラクターですね。サブにパラディンがあるので、まあ、セイントオールによる物理バリアもあるので、まあ、他のね、一つとか射撃攻撃以外の物理属性にも一応強めにバリア破壊がない限りは出れるのかなと思ってます。ただ一方魔法にはすこぶる弱いので、まあ、魔法1物理1みたいなことされると、まあ、ギリギリ勝てるぐらいにはなるんですけど、それでもやっぱりね、本人が打撃攻撃なんで打撃に弱かったりとか対策できないキャラクターっていうのは非常に多いので、一つとか射撃に対しては圧倒的に勝って、で他の物理に対しても物理バリアがあるので割と優勢で、魔法キャラに関しても、やられる前に攻撃さえ当てれば、まあ、ワンパンできることも多いってとこですね。でこの EX120 の技がものすごい強くて、まあ、対策がほぼできない打撃攻撃だし、バリアを張ってたとしても破壊されるし、打撃攻撃っていうのは射程が短いことで有名なんですけど、射程4あってかなり使いやすい、技なので、これがめちゃめちゃ強いんですよね。ただラルドには致命的な弱点がもう一つあって、それが EX120 じゃないと使い物にならないってとこですね。 EX120 の技以外はやっぱ射程が微妙だったりとか効果がそこまでってところなので、いくら打撃攻撃とは言えってところですね。ちなみにラルドに関してはかけらはちゃんと600枚揃えられてるんですけど、死守が全くなくて、ラルドのかけらをねどうやって集めようかってところで悩んでます。一応ラルドのかけらに関してはソウルメダル交換所でねお得に、集めることができるので、これでね一気にこう400死守ポンって大人買いしてもいいんですけど、やっぱ美課金でプレイしてるとねソウルメダル貴重なんで、ずっと悩み続けて今に至るって感じですね。ただこのキャラクターを育成しておけば、アライアとかイリーザが暴れてる時もハタセラが暴れてる時も安定してね星を勝ち取れたんだろうなってところで、後悔してますね。引かなくて後悔してるキャラ、おまけ1はアライアですね。氷の貫通女王。いやアライアもねめちゃめちゃ強いですよね。ハタセラをまあ引いて育成してたので、まあ、その次に出たコスト100のゲストのキャラクターなんて美課金には引いてる余裕ないんでね、惜しくもまあスルーせざるを得なかったキャラクターなんですけど、まあ、今の氷パーティーのね主力アタッカーですよね。防御射撃貫通、何それ貫通すればいいんでしょって言わんばかりの貫通能力を持ってます。ネクタイなしでねサポアビでムーブ2にできて、やっぱ射撃キャラクターは砲台っぽいね、ムーブをしてくれるのがやっぱ一番強いんですけど、まあ、それをネクタイなしでヘイトを上げることなくできるっていう時点でもう強いかなと思います。バリア破壊もあり、連撃もあり、射撃耐性ダウン、プロテス解除と、まあ、ありとあらゆるね物理に対する対策に対する対策の技を持ってるみたいなキャラクターなんで、本当に隙がなくて強い。射撃キャラでねそもそも弱いやつがおらんって感じのねゲームなんでね。ちなみに、3周年で選べる UR 確定ガチャっていうのが来たら、アライアを選んで引いてしまうかもしれないぐらいには強いキャラですね。最後、引かなくて後悔しているキャラ、おまけ2はゾーマですね。安定感がすごい。いやね、ゾーマに関しては、最初ね、やっぱドラクエタクトのコラボで、まあ一番はゾーマでしょって最初は言ってて、まあ、最後の方は、まあやっぱビジョンカードが一番ですみたいな話をしてたんですけど、やっぱ貴重な氷の魔法アタッカーだったなと思ってます。ブレイブダウンがあったりとか AP 削りもできたりするんで、結構ね、うざいキャラクターなんですよね。で、トラマスがめちゃめちゃ強かった。基本的にはゾーマをね引かなくてそこまで後悔してるわけじゃないんですけど、じゃあなんで後悔してる部分があるのかっていうと、裏罠のねレパートリーを増やしたかったっていうのが一番の理由ですね。やっぱねこんな感じで戦闘の属性に対する有利属性を狩る属性を裏に仕込んでおくっていう、まあ
いわゆる、まあ、わかりやすい罠編成ですね。まあ、してる方も増えてきてるかなと思いますし、ダーク召喚獣がね、こういう編成を助長するようなビジョンカードなんで、今後こういう編成っていうのは増えていくのかなと思うんですけど、それをね、するって考えた時に、やっぱ氷属性は物理キャラクターってめちゃめちゃ多いんですけど、魔法キャラクターって、全然いないんですよね。入れるとしたらベリスになってしまうので、やっぱちょっとね、火力が落ちてしまって、例えば、ムラが、アライア、ベリスのパーティーに、風テンプレが来た時に、まあ、場合によってはね、負けてしまうかもしれないと思ってるので、やっぱね、後ろに罠を置くのであれば、魔法と物理のアタッカーを置くべきかなと思うんですよね。少なくとも攻撃ができるやつ。っていうところを考えると、やっぱゾーマっていうのは、かなり氷の魔法キャラとして、貴重だったのかなっていうところですね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は引かなくて後悔したキャラクターシャープ3というところでお話ししてきたんですけど、いかがだったでしょうか。独断と偏見でまあキャラクターを選んで、美課金としてプレイしている中で、いやこいつはやっぱ引いとくべきだったなっていうキャラクターを紹介しました。もしこの動画で紹介したキャラクター持っててあんま使ってないとか、育成してないっていうキャラクターがいれば、ぜひ育成の対象とかの参考にしてもらえればなと思います。良ければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。